アメリカ国道。アメリカ国道とは、アメリカ合衆国を走る、一般道路及び自動車専用道路のうち、特に、米国全土を座標に見立て、番号を付けた、幹線道路の総称。正式名称は、United States n ード Highways。アメリカ合衆国番号付き行動で、一般に、U.S. ラウッツや U.S.Highways と呼ばれる。以下特に混乱の恐れのない限り単に、 国道と呼ぶ。米国には長距離走行用の道路網として、国道の他に、週間高速道路と呼ばれる道路網も存在する。校舎は、全区間が自動車専用の高規格道路であるのに、対し、国道の方は大部分が一般道である。週間高速道路と国道との関係は、日本の高速道路と国道の関係と比較すると、分かりやすい。ただし、 週間高速道路に有料区間はほとんどない。各州の間で調整が行われるので、連邦高速道路、フェデラルハイウェイズと呼ばれることもあるが、1926年の開通以来一貫して、州政府及び沿線の地方自治体が維持、管理を行っており、連邦政府が関わったことはない。道路番号と路線の選定は、 米国全州道路交通運輸行政官協会以下アシュトが一元的に行っており連邦政府の関与はアシュトにオブザーバーとして米国運輸省を参加するのみである南北方向に走る道路には東から西へ順に奇数の東西方向に走る道路には北から南へ偶数の道路番号が付けられている南北方向の道路のうち主要なものは 1> 下一桁が一番、同じく東西方向の主要道は、下一桁が0番で終わっている。三桁国道は対応する二桁国道の支線、例えば321号線は21号線の支線に当たるが、両者は必ずしも接続しているわけではなく、本線と支線が一度も分岐、合流することなく独立した路線をなしていることもある。 では一つの路線番号に対して二つの異なる道路が割り当てられていることがある。こうした路線重複は大半が廃止されているが、一部には別線ないし、バイパスルート、バイパス線として現役のままの道路もある、口日、国道のになってきた地域間輸送の役割は、後発の週間高速道路にとって変わられたが、地域内輸送は未だに国道に深く依存しており、 今日でも路線網の拡張は続けられている。国道網の整備以前はカナダにまで及ぶ自動車、専用道がその役割を果たしてきた。米国全州道路交通運輸行政官協会以下、アーショの諮問機関、週刊高速道路合同委員会、ジョイントボードオインターステートハイウェイズは全米レベルで主要道に番号を付けることにした。 幾度か会合を経て1925年11月に最終報告書を米国農務省に提出し承認された。その後各地方から路線選定に関する意見をまとめ、最終報告書に修正を加え、最終的には全米国同盟として1926年11月に認可された。認可を得るために一つの番号に別線を設け、 異なる地域を経由できるよう情報した路線が多かったが混乱を招くとして認可後の数年間アストでは別線の廃止を目標に掲げたその後国道号は拡張を重ねたが1956年の週刊高速道路の着工を機に大部分が週刊高速道路に昇格した後発の週刊高速道路とは異なり特に道路規格は設けられていない 高速道路規格で付設した部分もあるが、一般に沿線の市街地では、その町の見抜き通りとなっている場合が多い。ただし、今後新たに着工する部分については、アシュトの定める道路規格に、ほぼ準ずることとされている。有料橋、有料トンネルはあるが、道路自体が有料になっている区間は、ほとんどない。アシュトの勧告により、有料道路でも特別路線。 公術としてであれば、国道網に組み込むことができる。ただしその際にも、有料道路区間の起点と終点を結ぶ、既存の国道は、有料道路の開通後も、国道としての指定を解除しないこととしている。国道3号線は、有料道路と路線を共有しているが、共有部分のエバレットターンパイクは、無料区間なので、当基準を満たしている。ただし基準を満たさないケースも多く、 蒸気基準を満たしているのは、下記4区間のみ。戦術のように道路番号が、奇数の路線は南北方向、偶数の路線は東西方向に走る。そのうち101号線は10の位が10の2桁国道とみなされる。番号は、東の1号線から、西の101号線、南の2号線から、北の98号線へと照準に振られている。 下一桁が0番か1番、及び国道2号線の国道は主要道、5番の国道は準主要道とされてきたが、道路網の拡張と短縮を繰り返した結果、強固の区別はあまり厳密に守られてはいない。例として、国道6号線は番号上は主要道ではないにもかかわらず、1964年まで最長の国道であった、現在の最長は20号線。 週間高速道路の方は、国道とは逆に番号を照準に振っており、同じ地区に同じ番号の国道と、週間高速道路が重なってしまわないよう、調整されている。3桁の国道は2桁の国道に付属する、別線である。例えば201号線は1号線と面州、ブランズウィックで分岐、北新市カナダまで伸びる別線。 別線が本線とは別方向に進むこともあり、分岐した後再び本線に合流しないものや、そもそも本線と一度も連絡しないようなものもある。百の位の数字は、本線の番号の振り方と同じで、北から南に、東から西に進むほど、大きくなる。この点は、週刊高速道路とは異なる。週刊高速道路の三桁番号は、軽度移動に関わらず、 同一の地域内で、環状路線は100の位がに、4、6の順、放射路線は1、3、5の順に振られる。このため別の州にある異なる道路に、同じ道路番号が付くこともある。65線を例にとると、ミズーリ州で165線、西へ下ったオクラホマ州で265線、さらに精神して、テキサス州で365線、ニュー。 メキシコ州で4 6十五線、5 6十五線をそれぞれ分岐する。ただ、本線の番号と同じで、再三路線の新設、廃止及び拡張、縮小を繰り返してきたため、本線と支線の関係が崩れてしまったところもある。例えばすでに66号線はすでに廃止されてしまったが、支線 X66 号線の方は未だに残っている箇所が多い。 また191号線はメキシコ国境からカナダ国境までを縦断するが、本線に当たる91号線の方は、ほとんどの区間が週間高速道路15号線に昇格したので、すでに縦断路線ではなくなっている。1980年以降に認可された別線には、番号の振り方の原則に従わないものがある。加えて、 1970年に番号が与えられた163号線は63号線とは全く別の場所を走る。1970年頃認可された57号線はメキシコの国道57号線と連絡する路線で以前の米国国道81号よりも西を走っている。アストの韓国で週刊高速道路と国道の道路番号が 同一州内で重複しないように調整されている。週刊高速道路の50号と60号が欠番になっているのはこのためである。ただ1958年の週刊高速道路の原案では、イリノイ州に週刊高速道路24号線と国道24号線同士、カリフォルニア州で40号線、80号線同士が重複していた。その後カリフォルニア州では、 番号の再編が行われ、国道40号線、80号線が廃止されたため、現在重複は解消されている。近年開通した路線や計画中の路線には、この原則に従わないものもある。国道番号の振り方の原則に従っていない、道路があるのも一因。ウィスコンシン州の41号線、アーカンソー州の49号線、テキサス州の69号線、 ノースカロライナ州の74号線が該当。39、47、86、88番は、これまで使われたことがない。交通省でも理由はわからないとのこと。アテンタメンテ、エドワルド・トーレス、ザ・コプミチョア・コン・メヒコ。1926年の共用開始当初から一部路線には、閉走区間、ディバイデド・ラウッズが設けられていた。 11号線が11号東線、11号再線に分かれるケースなど、東西、内市南北とも、ほぼ対等な規格の道路であることが多い。11号東西両線は、テネシー州、ノックスビルで分岐して、バージニア州ブリストルで再合流する。並走区間の片方にだけ文字が添えられることもある。例えば、ペンシルベニア州で分岐する六号北線に対して六号南線は、 存在しない。六号線と六号北線はそれぞれ別の方向に進み再合流することはない。アシュトでは1934年以来並走区間の廃止に努めてきた。現在、新規の並走区間は認可されておらず、現存のものについても各州の交通局と会員道路委員会の合意が得られ次第解消することとしている。別線、オルタネートやバイパス線。 バイパス等の特別路線もアシュトが管理しており、道路番号の脇に文字を添えて区別することがある。別線であれば A、通勤別線、ビジネスであれば B 等。国道網の呼び方一貫しておらず、期間によって、あるいは同一機関内でも異なる呼び方をする。公式の路線一覧は、アシュトが1989年まで発行していたが、一覧中では、 初版の1926年以来一貫して、国道は、ユナイテッド・ステイツ・ナンバード・ハイウェイズと呼ばれている。しかし一覧の目次では US ルート、各路線の見出しには、ユナイテッド・ステイツ・ハイウェイがそれぞれ使われている。国道の道路番号制定特別委員会では、少なくとも1989年以降、US ルートの故障を、連邦法でもユナイテッド・ステイツルートなし、U S ルートの方を使うことが多く、US ハイウェイやユナイテッドステイツハイウェイの使用頻度は低い。各地域レベルでの呼び方は州ごとにまちまちで、デラウェア州のようにルートを使う州もあれば、コロラド州のようにハイウェイの方を使うところもある。1910年代初頭にリンカーンハイウェイをはじめとする長距離用の道路の建設が始まった。大抵の土木業者は、 沿線の自治体や州と共同して道路の整備に当たったが中には資金提供をしてくれる町にだけ道路を通し標識だけ立てて他は何もしないような事業者もあった。ウィスコンシン州が全米に先駆けて道路に番号を振り始め1918年5月に道路番号標識を整備した。他の州もすぐにウィスコンシン州に続き1922年には ニューイングランド地方の6州が共同ニューイングランド、週刊道路、ニュー、イングランドインターステートルートを立ち上げた。そんな中連邦政府でも、連邦道路整備補助案、フェデラルエイドハイウェイアクトオブ1916の通過を機に主要道の整備費用の半額を負担することとした。続く1921年度版の連邦道路、整備補助案、 フェデラルエイドハイウェイアクトオブ1921では、補助対象の道路を各州の道路の7%までとし、うち7分の3は、州を横断する道路とされた。路線の選定は1923年までに完了している、全米州高速道路協会、アメリカンアソシエーション・オブ・ステート・ハイウェイ・オフィシャルズ、略称、アーショが1914年に結成され、 道路規格の策定を行った。1924年の会合で主要道路に番号を振り、標識を整備した、州を横断する高速道路、インターステートハイウェイズを計画した。アーショでは、農務長官が各州と共同し路線の策定に当たるべきとの答申を出た。農務長官のフォワード M コアは、答申を受け、週間高速道路合同委員会座。 ジョイントボードオインターステートハイウェイズを1925年3月2日に結成した。構成員は、州の高速道路管理官が21人、連邦道路局、ビューロー・オブ・パブリック・ローズ付の係官が3人。4月20、21日の初会合で、US ハイウェイという名称が採択された。また、米国国省にもした道路標識も決まった。 これにオートトレイル側は即座に反発した。既存の高速道路名を廃止し番号に置き換えることに反発したもので、これを受けて委員会側では地域レベルの会合を開き会中に努めた。5月15日に西部、同27日にミシシッピ川流域、翌月3日に五大湖、地域、8日に南部、15日に北。 大西洋地方及びニューイングランド地方で会合が持たれた。オートトレイル側は会合で発言することはできなかったが、各地を訪れていた委員と直接交渉し、委員会ではオートトレイル側の案と大筋で合意するに至った。暫定案では、総延長8万千マイル、13万キロに、及び当時の行動の2.8%を占めることとなった。 二回目の全体会合は1925年8月3、4日に開かれた。道路網の密度が議題に上がり、マサチューセッツ州のウィリアム・カイ・ウィリアムズや、ニューヨーク州のフレデリック・エス・グリーンのように大陸を横断する主要道のみを国道に指定する案を支持する向きもあったが、そういった最重要路線に限らず、地域内のみで完結する主要道も国道に指定する。 案を支持する州が多か。グリーンは例えば、ニューヨーク州内の国道を主要4路線に絞る例を挙げている。大型国道のカバーする範囲については意見の一致が見られたが、中西部の道路が多すぎるとする意見が多かった。第1回の会合で採択された道路標識は、若干の修正の後採択され、道路に型有名ではなく、数字を振る案も可決された。 東西方向の主要8路線、南北方向の主要10路線の番号の振り方については番号制定省委員会に無条件で付託された。各州との協議を経て合意に至った最終案では総延長12万2000キロ、7万5800マイル、国内全線の2.6%にも及ぶ計画となり、8月4日に可決した総案より50%以上も、 路線長が伸びている。番号の振り方は、連邦道路局のエドビン・ウォーリー・ジェームズが8月27日に、骨子をまとめ、方向により玉木を振り分け、全米を座標に見立てて順に番号を振る案を提示した。当初の計画図では、下一桁が0、1、5で終わるものを、主要道、その後間もなく下一桁が5の路線は、準主要道に格下げられている。 半距離連絡路線については、接続先の本線に応じた3桁の道路番号が得られた。会員5名からなる、小委員会で9月25日に、最終案がまとめられ、週刊高速道路合同委員会に10月26日付で、最終報告書が提出された。10月30日には、農務長官のもとに報告書が送られ、1925年11月18日に、 認可された。当時の主な大陸横断路線、一部は既存のオートトレイルをざっくりと踏襲した路線は以下の通り、10、60、9 0号線は厳密には大陸横断路線にはなっておらず、実際には大陸を3分のに歩道を横断したところで途切れている。また11号線は南北方向ではなく南西から北東方向へ、 60号線は東西方向ではなくやはり南西から北東方向へ走っている。60号線が原則から大きく外れてしまっている。あたりに、下一桁が例の幹線道路用の番号にも、かかわらず台を横断しきっていない。点、偶数番号にもかかわらず、東西方向に伸びていない。点、計画策定時の右を曲折ぶりが見て取れよう。 ちなみに60号線は、その後1926年に下の、ルートシシッックステス六66号線に差し得られている。また101号線は、奇数番号の南北路線にもかかわらず、ワシントン州で東に折れ、さらに南下して、ワシントン州とオリンピアまで伸びている。当時の2号線は大陸を横断しきっていなかったが、現在は、上記のボナーズフェリーからさらに西のワシントン州。 エヴァレットまで延長されており、道路番号の原則通り大陸横断路となっている。発足以降各地で賛否両論が起きたが、概ね幹線道路の沿線自治体では賛成、路線から外れてしまった地域では反対意見が多かった。オートトレイルの草分け、林間ハイウェイ協会では、保有路線を可能な限り国道30号線として指定してもらったこともあり、 国道建設計画を指示した。ただ他のオートトレールの運営者はこれまで自社路線が担ってきた役割を新設の国道に代替されてしまうことを恐れ反対した。1926年1月14日から15日にかけて行われた公聴会でアーショに避難が殺到た。ノースイースト地方ではニューヨーク州が従来通り路線の削減を求めたのに対し 南隣のペンシルベニア州は、ちなみに当州は前日の地域会合には参加していないアーシュにより緻密な路線網の策定を求めた。結果的に6路線がニューヨークとペンシルベニアの宗教で途切れることになってしまった。その後路線のニューヨーク州内への延長が行われた。現在も宗教で途切れたままになっているのは220号線のみでペンシルベニアからニューヨークにわたって、 すぐのニューヨーク州道17号線、近く週刊高速道路86号線に昇格予定との交差点付近で切れている。また20号線がイエローストーン国立公園で途切れてしまっていることから間イオレゴン領州が国立公園から先、西海岸までの区間を30号線と入れ替えるよう求めた。主に各地で議論になったのは、ほぼ同規模の道路が並走している場合に、 どちらを国道に指定するかという問題だった。特にかつての王とトレイル同士の競合区間でこうした問題が顕著だった。1月の会合で、アーショは初めて2路線、40号線、キャンザス州マンハッタンコロラド州リモン間お及び50号線、キャンザス州ボールドウィンドガーデンシティ間に並走区間を認めた。これを発端に、あと大量の並走区間を生み出してしまうことになる。 公式の路線一覧では US40 ノース、US40 サウスのように記録されているが、案内上は US40N や US40S のように略記されている。各地域レベルでの論争も去ることながら、一番の争点となったのは6十号線の扱いだった。合同委員会の方では、当初6十号線をロサンゼルスシカゴ間の道路とする予定で、ロサンゼルスを出た後、 オクラホマ州とオクラホマシティまで投信し、その後北東方向に大きく向きを変え、終点シカゴへ向かう予定であった。また原案では、イリノイ州内を東西方向ではなく南北方向に進むようになっていた。この案にケンタッキー州は猛反発した。当州は感染級の東西方向の路線が通らず、62号線が通るだけの計画になっていた。そこで、 原案の65線沿線各州の了承を得られ、次第、原案の62号線と52号線の、ケンタッキー州、アッシュランド伊東の区間が、新6 5線とされ、62番は、旧6 5線、ロサンゼルスシカゴ間の新番号とすることが決められた。ところが原案で65線が通ることになっていた、ミズーリ、オクラホマ両州は、調整案に反対した。 ミズーリ州ではすでに地図をすってしまっており、オクラホマ州ではすでに道路標識を準備してしまっていた。情報案として、60号線をミズーリ州、スプリングフィールドで分岐して65東線、65北線とする案が出されたが、3州とも反対している。結局、62号線を66号線とすることで決着した。主要幹線用の番号ではないものの、 霧のいい番号ということで、ケンタッキー州の了承を売りつけた。すでに32州が路線の整備に取り掛かる中、1926年11月11日に、アーショは最終計画を了承した。最終案には、情報の末、並走区間のある路線や途中区間がつながっていない、路線、6、19、55線等、州の境で、 ぷっつりと途切れてしまっている路線などが含まれていた。ペンシルベニア州では、初版の路線一覧表が出版される際に、既存のオートトレールに番号を割り振るために、道路番号の大幅な再調整が行われた。また15号線はバージニア州まで延長された。計画が発表された当初は、従来の路線名を廃止し、路線番号に置き換えることに、批判の矛先が向かった。 路線番号は、オートトレイルモードで使われていた個性的な路線名に、比べて冷たく、無機質だと感じる向きもあった。ニューヨークタイムスは、リンカーンハイウェイと聞けば涙も出るし、ジェファソンハイウェイと聞けば夢も湧くものだ。それが46号線だの55号線だのに心を、動かされることは、まずない。としている。作家のエルネスト・マクヤフィは、偉人の名前、レジェンドが、 対数、ラガースアムズにとって変わり、歴史、ヒストリーが、上辺だけのつまらないもの、ホーカムに置き換えられてしまった。と言ったと伝えられている。1934年に、アーショは、並走区間を公式の路線一覧から外し、並走路線の片方を三桁国道か別線に、格下げするか、新たに二桁の番号を与える、31号当線の一部を37号線に、 置き換えことにした。アーショは、アメリカンハイウェイズ1934年10月号で、番号の再整理に関する指針を以下の通り明らかにしている。1925年の国道網の発足当初に、わずかながら、並走区間が認められ、東西南北いずれかの文字を番号に添えて区別した。今日でも、数路線でこうした、並走区間があるものの、沿線の合意が得られ次第、 並走区間の片方をもう一方の路線に吸収する形で解消していくのが望ましい。並走区間が短く新たに番号を振るほどでもない場合には、開通したのが早い方ないし短い方の路線を本線扱いにして東西南北の添え字を外し、並走する路線に関しても標準系の道路標識に別線をルタネートと表示した上で、 東西南北の添え字を外すこととされた。韓国通り標識を書き換える州もあったが、カリフォルニア、ミシシッピ、ネブラスカ、オレゴン、テネシーの各州は、韓国に従っていない。1952年アーショは、閉塞区間の完全解消を諦め、11、19、25、31、45、49、73、99号線の、 閉走区間については現状維持とすることを確認した。その後も着々と路線の拡張、時に路線の廃止が行われることもあったが続けられた。面白いものにはアラスカハイウェイに沿って97号線をアラスカまで新延させる計画があったが、有根順州が州内通過区間に97番を振らないことにしたため実現せずに終わった。国道網は 都市間輸送の主翼を担ってきたが、ペンスルベイニアターンパイク等の有料道路やメリット、パークウェイ等の公園道路も国道も保管してきた。また高速走行用の自動車道が整備された当初も国道として整備されることが多かった。例えば週刊高速道路45号線はもともと国道75号線として整備されたものである。またパサデナフリーウェイは当初国道66号線。 パラスキースコヨーウェイは国道1号線と9号線であった。1956年度版の連邦道路整備補助案で週刊高速道路の整備が決まり、翌年、アシュトでは週刊高速道路に国道と逆順に番号を振ることにした。週刊高速道路は国道を保管する道路網としてとされたが、実際には 特に西部で国道をそのまま、週間高速道路に置き換えることが多かった。1964年のカリフォルニア州で行われた道路番号整理を機に大規模な国道の指定廃止が始まった。1985年の66号線の廃止は、国道時代の終焉を象徴する出来事だったとされる。最後の主要国道の解説は、アイガホ州ロールパスの十二号線の開通で、 1962年のことだった。最後まで残った未舗装区間は183号線のローズ地方とネブラスカ州タイラーの区間で1967年頃に舗装された。かつては整備状況の良い道路の鏡とされていた国道もであるが、アストではかつての国道の役割は修道にとって変わられたとの見方をとっており480キロ 300マイル未満の国道については、沿線の州交通局とアシュトとの間で合意が得られ、次第国道指定を解除していくこととしている。現在、新規に国道の指定を受ける場合には、当該路線が複数の州にまたがりかつ、大型アシトの道規格に適合することが必要。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。